こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。このポッドキャストは日本について、日本語について、私についてなどを自由に話しています。皆さんの聴解の役に立ったら嬉しいです。今日は私が海外旅行でした経験について話します。私は今までに ハワイ、オーストラリア、中国、台湾、韓国に行きました。ハワイは小学6年生の時、オーストラリアは中学3年生の時に家族で行きました。中国は高校の修学旅行で行きました。修学旅行というのは学校の一番上の学年が みんなで行く旅行のことです。台湾は母親、おば、祖母等、女4人で行きました。一番行っていた海外は韓国です。当時、韓国人と付き合っていたので、何回も行きました。その恋愛話はいつかします。今日は、 小学校、中学校の時に行ったハワイとオーストラリアの話をします。初めて海外に行ったのは小学6年生の時、11歳の時です。年末に行きました。年末って日本は冬ですよね。でもハワイはそう、夏です。学校で世界のことを習いますが、 実際に見たことがあるわけではないので想像できなかったのですが実際に行ってみると日本は冬なのにハワイが夏でびっくりしましたハワイに行くとレイという花の首飾りを首にかけてくれましたハワイに来たと実感してとても嬉しかったですハワイは言うまでもありませんが トコナツリゾートですね。トコナツリゾートといえば果物です。私が泊まったホテルにはバナナの木があって、緑のバナナが木になっているのを見ました。それまで私はスーパーで売っているバナナしか見たことがなかったので、木になっている緑のバナナを見るのは新鮮でした。 初めての海外旅行は、そんな小さいことにも驚いたり感動したりしました。そして一番感動したのは海です。私の出身地は東京の隣にある神奈川県というところです。一応鎌倉という海があるのですが、正直あまり綺麗ではありません。だから、 ハワイの海を見たときはとても感動しました。もちろん海に入りました。海はきれいだしそのときは波も穏やかだったのでとても楽しく遊びました。それ以外にもびっくりしたのは食べ物の大きさですね。これも言うまでもないと思いますがやはり食べ物が大きかったことです。 ハンバーガー一つとっても本当に大きかったです。小学生の私には一つは食べきれませんでした。食べ物といえば帰る前にパパイヤを買って持って帰ろうと思ったんですが、税関でパパイヤは日本に持っていけないと言われてしまい、結局持って帰れませんでした。仕方ないですね。 持って国を出られないものは多いですもんね。次にオーストラリアに行った時の話ですが、中学3年生の時に行ったので、ハワイの時よりはいろいろ覚えています。オーストラリアといえばコアラやカンガルーですね。動物園に行ってコアラを抱っこして写真を撮ったり、カンガルーを見ました。 日本ではコアラを見ることができないので本当に貴重な経験でした。カンガルーも多分日本ではあまり見られないと思います。もしかしたらカンガルーがいる動物園もあるかもしれませんが、オーストラリアでは初めて乗馬もしました。乗馬は馬に乗って歩くことです。後にも先にも。 馬に乗ったのはこの時だけです。この時に初めて馬に乗って、それ以来一度も馬に乗っていません。正直馬に乗るのは怖かったです。馬に乗ることは乗れたけど動かない。馬が動かない、どうしようという感じでした。でも幸いなことに日本人のインストラクターがいたので、日本語で教えてもらえました。 実際に歩き出すと怖いと思いつつも楽しみました。オーストラリアのケアンズというところに行ったのですが、自然が多かったです。自然が多いところで馬に乗って歩くのが気持ちよかったです。オーストラリアではワニも食べました。これはカルチャーショックでした。 ワニを食べるという経験は初めてだったし、ワニって食べられるんだってびっくりしました。でもまずいとか味が変だと思った記憶はないので、美味しかったんだと思います。国によって文化も食べ物も国の雰囲気も違うので、海外旅行はやっぱり楽しいですよね。最近は全然行けていないので、 久しぶりに行きたいです。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。インスタグラム、X、Twitter、t h r e a s こちらもやっています。フォローよろしくお願いします。YouTube のコミュニティも書いています。ぜひ見てください。